ウルトラトワラーズ YouTube ラジオスタンバイユー。皆さんの悩みを全力のゆるさでお答えするウルトラトワラーズのラジオスタンドバイユー。視聴者の皆様から SNS でいただいた質問相談をウルトラなりに答えたり、マニアなトーク縛りを話したりするまったりラジオです。寝る直前、一日の終わりに布団の中でぼーっと聞いていただけたら嬉しいです。ということで皆様、年の瀬いかがお過ごしでしょうか。いよいよ2023年も最後のラジオがやってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。ということで12月27日、本日のパーソナリティは少子が務めさせていただきたいと思います。いや、もうなんか1年間もなんだかんだ早く過ぎ去っていったんですけど、まあちょっと今日はその1年を軽く振り返りながらちょっと喋りたいなと思いますので、ぜひ10分ほどお付き合いください。ということで、なんか2022年とか、まあ毎年の年末にいつも思うんですよね。次の年はどんなお仕事もらえるのかなとか、今やってるバトンの指導とかは減ったりしないのかなとか、結構不安にね、なんか駆られる年末なんですよね。だから来年もどうなっていくのかなっていう不安がありつつも、なんかやるべきことをやってたら、ありがたいことにいろんなこう出演の話をいただいたり、舞台の話をたまにいただいたりとかで、新しい指導ワークショップのお話をいただいたりっていう、毎年こうアップデートされていく日々が続いてて、本当にありがたいなって思いますし、まあここら辺でもう一度ね、こう調子に乗らず謙虚な姿勢で誠意を持って、また2024年を迎えられるようにやっていきたいなという所存でございます。そうですね、2023年、最初は中国のイベントだったかな。なんか結構コマちゃんがいなかった現場が最初の方は多くてですね、コマちゃんもバタバタしてたし、まあ相方はその全日本挑戦っていうこともあって、そこに集中していただくっていうのも込めて、まあ個人で、まあ、ウルトワ、そしてサポートメンバーと共にやってきて、何件ぐらいあったかな、ダブルリーグ、まあ先日もダブルリーグ、今年2発目のダブルリーグのハーフタイムショーをさせていただいたり、そしてマーチングイン岡山で、岡山では男子のサポートメンバーをに協力していただいて、まあウルトワ史上初の作品を披露させていただいたりと、まあ1年に何本ぐらいやらせてもらったのかな、6、7本やらせていただいたり、まあワークショップだったりとかも数えれると、まあ月に1回2回ぐらいイベントだったりワークショップだったり、まあ、あとスカパーのテレビのね収録もあったりとか、まあありがたいことに2022年の年末には思うこともなかった出演のオファーをいただいたりっていうので、駆け抜けてきた2023年なんですけど、なんかこうちょっとセンチメンタルな思いで今深夜ですけど、こうやって話してると、なんか結構ウルトワはまあもともとはオリンピック競技にしたいよねっていうので、まあ、結成させていただいたんですけど、まあやっていく中でいろんなこう夢とか、あこういうことをしていきたいね、こういう世界線があったらいいよねっていうのを話すようになってきて、そこからまあサポートメンバーっていう、なんかまあ、サポートっていうとすごく僕たちが偉そうですけど、まあ、ご協力いただいてですね、なんか出演とかをさせていただいて、それがまたこうチームの垣根を越えて、まあ、一つのなんかプロの現場っていうのを、まあ、経験させて、もう本当に短い時間ですけど経験させていただけるっていう時間がすごい、なんかこの前もダブルリーグのリハーサルとかしながら僕は一人で思ってたんですよね。なんか自分のチームだけだと、まあ吸収できることはねそこだけですけど、いろんなチームの方々の立ち振る舞いっていうのを見て、またバトンを楽しくなって、それをチームに持ち帰っていただいて、まあこういうことあったんだよっていうのを話していただいたりとかする時間があったりすると、僕たちは報われるのかなとか思いながらリハーサルをしていたりとかですね。そして今年から始まったあの人のここが知りたいという動画の配信のコーナーでは、もう全国、まあオンラインでのインタビューでだったんですけど、全国のバトントワラーにお話をいただけたりとか、本当に少しずつこう仲間、僕の言葉で言うと仲間と言っていいのか分かんないですけど、こうやって同じように同じ夢を持った人たちがこうやって手を取り合ってやっていけるのは、僕たちの望んでいた世界線がこう少しずつ浸透してるのかなとか、ちょっと実感したりとかもしてみたりしなかったり、いやでもとてもしてみたりっていう、
感じですね本当に。まあそもそも最初ね立ち上げた時はなんかこうなかなか賛同してもらえなかったこともありましたけど、今となってはこうたくさんの方に応援していただけたりとかして、まあ、少しずつですけど皆様にこうウルトラトワラーズっていうなんか意味を見出していただいてですね、僕たちじゃなくて本当にいつもこうやってラジオだったりとか動画配信とか、そしてワークショップ呼んでいただいたりとか、全国のバトントワラーと会ってこうなんかウルトワの存在価値っていうのを本当に認知していただいてですね、本当にありがたいなとか思っている深夜2時でございます。いや本当になんか嬉しいんですよね。なんかウルトラの現場ですごく楽しかったですとか、とかあの人のここが知りたいで、日頃やっぱり大会とかだと、まあ、演技素晴らしいパフォーマンスとか演技は大会で見ることはできるんですけど、その人のこう話してる姿だったり練習しているどんな内容で練習しているのかなどはあんまり聞く機会ってないじゃないですか。まあ、SNS が今こう昔に比べてありますけど、それにしてもやっぱり、それを知る機会ってあんまりないので、まあ、そういう話聞けてよかったですとかコメントだったり DM いただいて、なんか、嬉しいなっていう率直な意見がありますね。なので、まあ、2024年も引き続き、まあ、僕たちなりにちょっと続けていきたいなと思いますので、まあ、なんかこういうところ直した方がいいよとか全然受け付けてますので、こういうことやってほしいとかいうのはぜひ僕たちに投げてぶつかっていただけたら嬉しいなと思いますし、まあ引き続き、まあ、続けることが大事だと思ってますのでやっていきたいと思います。はい、そうですね。まあ僕は僕なりにやってますし、まあこまちゃんは相変わらずちょっと事務作業は苦手ですけど今日もねなんか切符なくした、新幹線の切符なくしたとか言ってそういうちょっと抜けてるところもありますけど、まあねこまちゃんが続けてる限り僕もなんか何かに挑戦しないといけないなと思って、まあ舞台やってみたりとか、まあなんか刺激させてもらって刺激をいただいてですね、僕のバトントワラーとしての生活があるので、まあ彼にも感謝しつつ2024年を迎えて、まあデコボココンビですけど、まあお互い足りないところとか、まあいいところとだったりとかっていうところはまあ違うところがあってですね、特に本当に顕著にあるんですよね、そういうところが。僕にできないところはコマちゃんにはめちゃくちゃあるし、でコマちゃんがちょっと抜けてるところは僕がカバーさせてもらったりっていうところで、まあ長くウルトラを見てくださってる方はなんとなくご存知だと思いますが、なんかデコボココンビでこれからもやっていきたいと思いますし、まあデコボコとは言いつつやっぱり信念の部分ではですね、真の部分は一緒でバトンオリンピックにしたいっていう気持ちは2人には今のところありますので、ぜひそんなデコボココンビの、デコボココンビって言いにくデコボココンビの、僕たちを応援していただけたら嬉しいと思いますし、それがまた励みになって僕たちの活動がもっと活発になっていけたらいいなと思いますので、ぜひ応援いただきたいなと思います。ということで本当に2023年1年間いろいろありましたけど、まあ、動画の配信とか、そしていいねをくださったりとかインスタで DM くださることで本当に刺激になって、頑張ることができました。2024年も引き続き僕たちも皆様の期待を裏切らないようにですね、本当に誠実に頑張っていきたいなと思いますので、ぜひ賛同いただける方は引き続き応援いただけたら嬉しいなと思いますし、なんかこうバトントワラじゃない人とかにも、あこういうバトントワラいるんだよっていうのを紹介していただいて、もっともっとこうみんなで手を取り合ってですね、バトンが有名になっていく世界線を生きてるうちに見たいですね僕も含め皆さんがこう、まあ、バトントワラの子供たちが大きくなったりとか、そしてみんなが生きてるうちに、うわーなんかこういう時代もあったよね、でも今バトンすごいよねっていう時代が来ることを本当に願ってますので、そう思っている方はみんなで手を取って一緒に頑張っていきたいなと思っております。ということで僕は12月27日ですけど26日の深夜に撮っております。あと5時間後には起きて石川県の遊学館高校の発表会にゲスト出演させていただいています。この配信が、皆様に届く頃には無事終えていることを僕は願いつつ、眠りにつきたいと思いますということで本当に1年間ありがとうございました。
来年の一発目のラジオはこまちゃんがアドバイザー パーソナリティを務めてくれると思いますので、ぜひ動画の配信そしてラジオもお楽しみにお待ちください。それでは皆様、良いお年をお迎えください。今年1年ありがとうございました。本日のパーソナリティはしょうしでした。